はみ、い、やさん、こんにちは。かいかいです。本日は、えー、今週分の、まあ、この時点ではもう先週分となってしまいましたが、えー、先週分のいろいろな PS5 関連のニュース、あとはそれ以外のテクノロジー関連のニュースで私が面白いと思,思ったものを、えー、押さえていこうと思います。この動画コンセプト自体は少し前から、まあ、なんか毎週やる感じのやつにしても面白いなというふうに思っていたやつで、一応、 1> 流ある第1回ということでめちゃくちゃちゃんとした台本を用意していたんですが九段、えー、の私の PC のデータが全部ぶっ飛んだことにより、えー、その台本もなくなってしまったので普通に話していこうと思います来週からは、えー、しっかりと台本を用意できたら嬉しいなという感じですじゃあ入っていきましょうかまず1つ目、えー、ソニーがですねプレイステーションスタジオで購入されたマンイーターの分の返金を 行っておりますプレイステーションプラスの今月分のゲームというのがマンイーターあの例のサメのゲームですねサメが人を食いまくって、えー、成長していってしかもなんか雷使ったりするなんかやべえゲームなんですけども、えー、そのサメゲーがですねプレイステーションプラスに登場するということでそのプレイステーションプラスに加入している人の中で、えー、事前にマンイーターを購入していた人向けにこのマンイーターの分の返金がなされておりますまあこれは非常に嬉しいことですねでこの 返金作業っていうのがじゃあ実際どこまで手広くやられるのかっていうのは、えー、現状まだわからないところでありますが非常に消費者にとって嬉しいことですのでこれからも引き続きやってあとはこういうシナリオがね他の場合でも適用されるのであれば他の場合においてもしっかりとこういう返金作業とかをしてくれるとめちゃくちゃ嬉しい消費者のためにもなる、えー、非常にありがたい限りです。 続いて話していくのが、えー、ソニーのカスタマイズ、えー、サイドプレートですね。このサイドプレートの中で、えー、なんだっけ、プレートステーション5ですね。元、え、々、ー、もともとプレートステーション5っていう名前で出ていたサイトで、この PS5 のフェイスプレート、これを、まあ、カスタムのやつ、赤いやつとか青いやつとかそういうのを出してあげますよっていう会社があって、まあ、それが多少話題を呼んでおりました。私のチャンネルでも以前に押さえたものではあります。で、このプレートですね。 えーまあ、サイトごと消されてておりますソニーによってでそのせいで、まあ、そういう前例ができてしまったことによってあなるほどサードパーティーのプレートはもう出ないんだなみたいな <laughs> もう出ることはないんだなみたいな、えー、感じの雰囲気になっておりましたが、えー、海外のですねまたこれまた海外の企業なんですけども D ブランドという会社がありますこの D ブランドっていう会社は 携帯向けにスクリーンカバーであるとかケースあとはスキンそういうものを作っている会社となっておりますで、この D ブランド先ほど言ったプレートステーション5なんかと比べると圧倒的に大きい会社となっておりますのでそれこそあの財力であるとか弁護士を雇う能力とかも強いのでそれを利用して 合法的に、えー、プレートを出す方法。まあ合法的というよりか、ソニーのお怒りを買わない方法で、えー、プレートを作る方法っていうのを、えー、編み出したというか、えー、発見して、それでプレートを制作しております。そんな D ブランドという会社が出すプレートがいつ発売されるのかはまだわかりませんが、えー、非常に楽しみなところです。もうその会社自体があれツイッター上でね、ほら、 そして見ろよみたいなこと言ってるんで、えーまあ、自信満々なんじゃないかと思います。一応、このプレートが消された理由、最初の方が消された理由っていうのが、別にプレートを発売していることはによって消されたわけではなくて、えー、プレートに載せられているプレイステーションのロゴですね。このロゴがあることによって、えー、それはプレイステーションのロゴをプレイステーションの許可なく使っているということで、えー、何かしらの特許違反とかだったかなになっていたみたいです。 この D ブランドが出しているやつに関しては、プレイステーションのログを取っ払った状態で作っているから大丈夫、みたいなね、そんな感じの話を聞いております。まあ、どうなるんでしょうかね。続いて話していくのは PS5 の販売台数についてです。プレイステーション5、まあ、めちゃくちゃ売れております。そこら中全部在庫切れで、えー、それが、 誰のせいであるのか、ソニーの、えー、供給が足りないからだ、転売ヤーが転売するために買い占めているからだ、みんなボットを使いやがって、いろいろ言われておりますが、えー、ここから出てきた話によると、 ソニーは発売からの1ヶ月で3.4ミリオンですね、つまり340万台を販売しているそうです。これに関しては、まあ、噂でしかありませんし、あのソースに関してもあのインダストリーソースっていう,なんかこう内部情報に詳しい人がいて、みたいなね、そのやん,わりとしやんわりとした言い方しかしておりませんので、100%確証がある情報というふうに受け取ることはもちろん不可能ではありますけども、まあ 一応他のソースと話を比べてやるとまあこういう数字で間違いないかなっていう風な感じの話になっているそうですいずれにせよものすごい台数を売り出しているということですね一応台本を作った時点では1ヶ月で340万台だったんですけどもその後新しい数字が出てきまして確か6週間で 4. 点何ミリオン、まあ、4 0 0何十万台ぐらいに増えていたそうです ま、ここで言いたいのは、あの、転売屋の方々には非常にね、えー、地獄に落ちて、えー、肉を裂かれてほしいところですが、まあ、転売屋の影響力っていうのは、もしかしたら私たちが思っている以上に少ないのかもしれない。もうシンプルに需要が高すぎるだけで供給が間に合っていない。しかも供給が少ないわけで、えー、供給が少ないわけですらない。もうとにかく需要が高すぎたことが問題だっていう、 えー、結論になりそうですねもちろんテンバイヤーはね、まあ、繰り返しになりますが地獄に落ちてほしいんですけども転売屋だけのせいでではなさそうです一応ソニーの、えー、供給の少なさっていうのも問題になってくれるんですがそれが少ないわけでもありませんしいやもっと増やすことはできただろっていう意見もありますけどもこれに関してはコロナのせいで一応製造ラインに関しては、えー、多少ちょっと苦労しているところはあってもそれが輸送に比べては全然問題ないそうです。 どちらかというと製造のボトルネックは輸送の部分にあってコロナのせいで旅客機っていうのが減ってるんですよねでこういうものっていうのはまあ船で運んだりするんですけども特にこういう製品は素早くいろんな場所に届けたいということで旅客機とかで運んだりするんですけども旅客機が少ないっていうことによってその旅客機1台あたりの値段っていうのがめちゃくちゃ高くなってるんですよで旅客機1台あたりの値段が高くなると輸送費だけが伸びてしまってさすがに この値段の製品にこんだけの輸送費をかけるのはお金の無駄でしかないっていうふうに判断されてしまうと遅い方の船での輸送になってしまって製造が間に合っていたとしてもそれがいろんな場所に行き届かないそういう状況になってしまうみたいです。まあ、日本にに関してはシンプルに あの市場がすでにプレイステーション側にあるからまああとでいいよねっていう感じのノリだと思いますだって日本って物理的に製造場所に近いですからね、えー、輸送に関してもそこまで心配する必要はありませんけども少ないっていうのはそういうことだと思いますあとは需要の高さですねこの需要の高さもやっぱりコロナから来ててみんな家にいるから、えー、みんなゲームしたいっていうねそういうシンプルなことだと思います 続いて話していくのはまあ客観的に見ておバカな PS5 だと思いますあの普通他人のことをねおバカとか言ったりすると、えー、コメントの方でそんなこと言っちゃダメでよーっていうねコメントがあるんですけどもこれは客観的に見ておバカですので、えー、貫き通させていただこうと思いますこちらですねはいあのー、しかもこれあの金メッキとかじゃなくてちゃんとした金なんですかねあの100万近い値段かかるそうです 買おうとは思いませんよね。あの、うーん、なんか、ちょ、ちょっと、ちょっといいなとは思うけど、冷静になって考えてみるとこんなもんリビングに置いたら絶対調和しないし、いや、いらんわっていうふうになりました。あの、プレートを取り替えられるということなんで、正直、プレートになんかいろいろ発泡スチロールじゃないですけども、そういうちょっとしたものを貼り付けて、でそこに金色の絵の具ぶっかけであったら、なんかそれっぽいものはできるとは思いますけども、 どうでしょうかね、えー。こちらのプレートですね。キャビアという会社から出てきているものです。このキャビアという会社は、他にも、えー、携帯向けに、その、キンキラキンの、携帯を、iPhone を作っていたりとかする会社ではありますので、まあ、こういうのに、ある程度経験はある会社ではあるんですけども、にしても欲しいとは思いませんね、相変わらず。で、えー、最後に話していくのが、サイバーパンクについてです。 サイバーパンクですねいろいろ返金騒動とかあって、まあ、ちょっと面倒くさいことになっておりますがそれでももう普通に1000万本以上売ってるそうです私が以前に調べた時がそれでしたのでまだまだ販売数は伸びていると思いますバグの多さっていうのは変わりませんのでその辺でちょっとあのプレイヤーベースが離れていってしまっていることもあるみたいなんですけどもなんだっけサイバーパンク今年中に今年の前半とかだったかなに えー、無料の DLC アップデートを予定しているそうですこのバグ騒動からまいろいろありましたけども、えー、そういうところから乗り越えることができるのかっていうのは非常に興味深いところですノーマンズスカイとかみたいなゲームも、えー、出てきたところは大変、えー、大変なことになってて非常に評価の低いゲームだったものが後から持ち直したっていう事例もありますんで、えー、そういうものになってくれたらなというふうな感じですね、えー サイバーパンクに関しては、ノーマンズスカイとかとは違って、一応、最低でも何千万本、何千万本というか、一千万本以上。まあ、もうそろそろ二千万本に近い数字かもしれません。え、それだけの販売台数があるという実績があるので、え、それを元手に、さらに改善の余地はあると思いますので、ぜひ頑張ってほしいところです。私はまだ買っておりませんけれども、いずれ、やり込んでみたいと思えるようなゲームですので。というわけで、この動画はこんなもんにしましょう。ちょっと、 動画作るのが遅れてしまったので先週の情報になってしまいましたけども、えー、先週のプレイステーション5プラスその他ゲーミングニュースでした今週の末にもまたやれたらなと思いますというわけで、えー、この動画はここまで楽しんでいただけたらためになったと思っていただけたらぜひチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします他の動画チャンネルあとはツイッターなど動画説明の方にリンクしておりますのでぜひご確認くださいではご視聴ありがとうございましたバイバイ